ューヒーランドシンプル生活西田涼子です。今日はニュージーランドクライスチャーチでビジネスをされている2人の女性の方をお招きしていろいろお話ししようと思ってます。恵子さんと文子さんのお二人です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず簡単にそれぞれ自己紹介していただきたいと思うんですけど、恵子さんの方からお願いしていいですか。はい、田中恵子と申します。ニュージーランドのクライスチャーチでウェディングニュージーランドウェディングサービスという会社を経営しております。はい、はい、ちなみにニュージーランド何年ぐらいこっち来て立ってます？もうかなり長いですね。あ、そうなんだ。はい、もう30年以上でしょうか。あ、そうなんですね。はい、途中でちょっと日本に 4,5 年帰ってたことがあるんですけれど、初め来たのはワーキングホリデーで、うん、はい、1970年代後半です。ちょっと年がわからない。それは置いておいて、わかりました。また詳しくお話いろいろ聞かせてください。はい、じゃあ文子さんの方でお願いします。はい、クライストチャーチとそれから今はですねクイーンズタウンも、うん、はい、含めて、旅行会社を、してるんですけれども、1997年にニュージーランドにワーキングホリデー制度を使って、はい、主人と一緒に来ました。できたらニュージーランドで、移住ができたらなっていうのを念頭に置いてきて、うん、で2年後ぐらいに永住権を申請して、2000年に永住権が取れて、で2000年から、会社を独立して起業して、それで今に至るということなので、な会社20年、はい、ちょうど今年 で、ね、はい、20年になります。すごいですね。じゃあ会社は20年ですけど97年からってことは、はい、もう20数年。そうですね。どちらも本当に長くずっとクライスチャーチですか。はい、ずっと在住チャーチです。そうなんだ、はい、でお二人ともワーホリーからっていう形、はい、なので、はい、ワーホリーいらして、でまあマーキングホリデーの間お仕事とかされてっていう流れなんですね。そうなんですね、はい、でお二人ともワーキングホリデーで他の国とかも行かれてたみたいですけど、はいはいはい、なにどんな国回ってました、そのニュージーランド来る前というか。来る前は、うん、なんかもう本当に若い頃から旅行が好きで、うんうん、団体を出てから、バックパックを担いでヨーロッパを一周旅行、一人旅、女っていうか、もうちょっともうお子様みたいな感じですけれど、若い時にヨーロッパを回ったりとか、あとちょうどオーストラリアのワーキングホリデー制度ができたので、それでちょっと行ってみようかなみたいな感じ で、まあ、その頃はインターネットとかもちろんスマホとかもないので、情報とかも本当になくて、まあ、行ってみようみたいな気軽な感じで来ましたね。はい、でその情報がない状態でどんな風にその時で情報、まあ、インターネットがないっておっしゃってましたけど、はい、どんな風に情報を得て、もうなんか本をとか、まあ、そういう、テレビ番組すごい少なかったんですけれど、そういうものとか、あともうその国の大使館に行って資料をいただいてきたりとか、まあ、結構それもね、古い内容ですけれど、アナログですよね。で余計になんて言うでしょう、分からないだけに、うん、なんかすごい興味が、どんな国だろうみたいな、分からないだけに行ってみたいなっていう好奇心で、そうなんですね、はい、でもまあいろいろその何カ国も回られて、まあ、ワーホリも来てみて、うん、で今もうね30年近く、はい、ニュージーランドいらっしゃるじゃないですか、はい、ニュージーランドってそんなに魅力的だったんですか。そうですね、とっても暮らしやすいというか、うん、で、まあ、ワーキングホリデーもなんか青春の思い出の気分で来たんですけれど、たまたま永住権がすごく簡単に取れる時期だったんですね。なのでじゃあ取ってみようみたいなこと で、うん、でちょうど日本からのお客様ツアーが本当になんかこれからぐっと来るという時だったので、仕事も本当にたくさんあって、ツアーガイドしたんですけれど、もうとても楽しかったので、ここでもうちょっと行ってみようかななんて言った時に現在の主人に知り合ったりとかしたので、そうなんですね、はい、なんかもう本当になんか初めから意図したものではなく、なんか流れでそうなって今に至るみたいな感じです。はい、そうなんですね。ふみこさんは他にもいろんな国回ってらっしゃいましたよね、きっとね。はい、恵子さんとやっぱり似ていて、うん、
ただ出だしがちょっとね、私の場合はもう挫折の連続で、20代普通の正社員になったんですけど、うん、日本の企業に正社員になったんですけど、なかなかちょっと思うようにうまくいかなくって、それで大学の時のゼミの教授がたまたまカナダのトロントで客員教授をしてたので、それを頼ってね、なんか居候させてもらって、まあ留学ですね、うん、留学というより英語を学ぶというよりはちょっと海外に出てみよう、うん、ちょっと見聞を広めてみようっていうので、カナダに一番最初に行ったのがきっかけで、20代の頃だったんですけれども、うん、その時に今の主人と出会って、それから人生がもう540度ぐるぐるぐるってなっちゃってだいぶ変わって、うん、やっぱり海外に、ま、特に昔の時代なので、なんか海外にまず行くっていうことも少なかったし、うん、行ってみるとやっぱりいろんな人がいて、いろんな文化があって、いろんな考え方があって、うん、やっぱりこう刺激になるというか、ああこんな人生もあるんだなってその時にね、うん、すごく思って、それで主人と一緒に、うん、オーストラリアのワーキングホリデーに、うん、行って、そこでね初めて、あ自分が本当にやりたかった仕事だなって思うのに出会えるんですよ、うん、観光ガイドなんですけど、うん、オーストラリアのシドニーで観光ガイドをして、もうね今までこう仕事ってやっぱりなんとなくこう仕方ない、もうお金を得るためには、うん、大変でも面白くなくても仕方ないってやっぱり自分で思い込んでたんですよね、うん、で納得してた、うん、それがもう全然変わって、あ自分が好きなことがこんなに楽しくできる仕事っていうのを探せばあるんだっていうのに気がついて、そっからですね、うん、なんかこう仕事とか人生とかがこうだいぶこう自分のなんか思うようにこう開いてきたっていうのは、はい、いい出会いだったと思うんですけど、でもまあちょっと主人が世界中旅行したいっていう思いもあって、私も旅行大好きなので、それでもう50とか100近くですね、いろいろなところに2年間もずっと回り続けて、それでやっとたどり着いたのがニュージーランドなんですね、じゃあニュージーランドって相当いいってことですか、そう100カ国とか回って落ち着いたんですもんね、ここにね、はい、主人ともう意見が一致してるのが、うん、旅行するのはね、もっと正直ね刺激的で魅力的な国っていっぱいあるんですよ、うん、ただうーん永住したいなって、住んでみたいなって思える国って、うん、やっぱり日本とニュージーランドぐらいだったんですよね、うん、同じだった、とか、オーストラリアもそうかな、ただ一番ニュージーランドにワーキングホリデーで来ようと思ったきっかけっていうのは、ワーキングホリデーで1年間、うん、永住するためにビザが取れるかどうかっていうのを調べに来たの、やっぱり念頭に置いてね、うん、でその頃はまだ人口も少なかったので、うん、永住権が取れるかもしれない、ここに永住できるかもしれないっていう夢を描いて、それでここに来たんですけど、まあラッキーなことに昔は取りやすか永住権が取りやすかったので、来て2年目ぐらいで、あそうなんですね、はいはい、うん、で今に至るって感じです、なるほどね、はい、でもお二人ともやっぱり一度、まあ、日本でお仕事とかもされて、はい、でまあね、その前にも、まあ、海外旅行とかも出られて、はい、でやっぱり外から、まあ、日本を見たりだとか、まあ、その海外の生活をしたからこそ余計に飛び出したくなっちゃったっていう感じですか、うん、もう日本じゃなくてできればこっちに住みたいっていう感じ気持ちが結構強くなっていったっていう感じですか、そ私はそうですね、はいはい、キコさんは、私は流れのままに来てここに来たって感じ、ね、あとご主人もねニュージーランド人だから余計そういうのはね、ただなんか何でしょう、2つ知ってるのは楽しいかなと思ったんですよね、日本の生活も大好きですし、なんかね人生別に1つじゃなくて、ね、2つの文化とか、まあ、違う言葉を喋ったりとか、そういった体験の方がお得かなと思いました一度に二度おいしいね、なるほどね、そうですね、はい、でお二人ともは今それぞれ自分ご自分でビジネスをねされてるっていうことなんですけれども、はい、これって日本でもこう自分でビジネスとかはされてたっていうわけではなく、もうこちらに来て、とんでもない
これもまた成り行きって感じですか？はい、そうですね。なんかビジネスは、ね、日本でもちろんしたことないですし、うん、もう雇われたみたいで働いていたんですけれど、うん、ただこちらに来て結婚してから、まあ、主人と4年ぐらい日本に戻っていた期間があったんですね。その時に日本で大手英会話学校のブランチマネージャーをしていたことがあって、何年あ、うん、3年くらいかな、うん、でその時に何て言うんでしょう、基本的なマーケティングとか集客とか、あと収支とか、まあ、安定的にプロフィットをね上げていくっていうようなことをかなり学ばせていただいたので、それはすごくこちらに来てからのビジネスに役立ったなって 今考えてみればなんですけれど、感じましたね。あと、まあ、ニュージーランドで禁用される方ってすごく多いんですよね、スモールビジネス。割と簡単に立ち上げることができるので、でね、なので、まあ、そういった、なんて言うでしょう、そういった人たちをサポートするようなシステム、こちらの方にあったりするので、まあ、そういったことを、まあ、今度は英語で勉強したりとかしましたので、なんて言うんでしょう、まあ、そういう基礎があったので、まあ、こちらでやるときにも少しは、まあ、自信はないんですけれど、不安よりは期待の方が大きかった感じですね。なんかこう日本だとビジネスを起こすとかね、起業するってこう男性っていう、まあイメージが、まあ今だいぶ変わってきてるけれどもね、高そうな感じがしますよね。でもニュージーランドってそうなんかこう女性だからとかっていう、まあ偏見じゃないけれども、そういったのって感じられました？あまり感じなかったですね。特に私の仕事というのは日本から来られるお客様のニュージーランドにおける海外挙式、ニュージーランドの挙式なので、他の方がやっている部門というか、ローカルの方がねやっている部門ではないので、まあ、そういう、なんて言うんでしょう、同業者の方もおりませんし、そういう意味ではすごく、私だからやれるという感じの、メリットはあったと思います。特にねウェディングだからやっぱり女性の方の方がこうきめ細かいサポートだとか、ね、できるから。そうですね、日本の文化もよく知っているので、そうですよね、コミュニケーション的にもやはり日本で働いてたことがすごくプラスになってると思います。ふみこさんどうですか？ニュージーランドで女性ということでは、やっぱりすごくやりやすいですね。ニュージーランド、ね、首相も若い女性ですし ね、 今ね、アダン首相ですし、もう本当に歴史を紐解くと、ニュージーランドが世界で一番最初に女性参政権を得た、もうイギリスよりもアメリカよりも25年も早くですね、女性参政権を得たということで、まあ、女性には本当にこう住みやすくて起業もしやすいし、男女本当にこう平等というかですね、まあ、全然そういった面では起業もしやすいし、ビジネスもしやすいし、男性だから女性だからということは全くないんですね。ただちょっとこう付け加えて言うと、私の仕事は旅行会社なんですけれども、日本人の観光ガイドなので、いわゆる取引先っていうのが日本の会社なんですね。日本の旅行会社。そうなるとやっぱりね、大体マネージャーとか、日本のこうお偉いさんっていうのかな、そういう人は男性になるので、そういった面で日本とのやり取りっていうのは、ちょっと何でしょうね、女性だからっていうふうに思われた節もあるかもしれないんですけれども、ただ逆に、マネージャーとかがほとんど男性で、でやり取りするのも男性だったんですけれども、だからこそこう女性らしいなんか提案とか、なんかちょっと重宝されるっていう部分もあったかもしれないですね。なるほどね。はい。